ということで、ね、この番組あのゲストの好きなものを、調査してっていう番組なんですけれども、本日はもともと海田春くんが来る予定だったの で、ね、はい、本日は海田春くんが好きなジュースを好きそうかなってそうかなってやつをね、源月くんに飲んでもらうっていう、なんかそもそもさ、別にあの海田春飲み物大好きではないでしょ。まあでもジュースってなんかすごいなんかあのなんか美味しいもの好きなものあるって聞いたらなんかジュースみたいな感じで帰ってきたっていう、うん、そうなんだ。それだけなんですけども、地域なんかジュース自分で作ってったもんね。なんかあらあらあら、好きなんだ。めっちゃ美味しい。スムージーだっけ、なんか作って、そうなんだ、作ってた、ね、飲んでたぐらいの感じだったよ ね。で我々はあの海田くんが好きであろうものを持ってきて、あの源月くんに飲ませ て、そうですね、うん、僕は本日じゃない方芸人でちょっとやってじゃない方芸人で気軽に呼べるぐらいの仲っていうのもともとあのワルツあんま呼んだことなかったから、こういう企画に、うん、だからまあ海田源月、そうそう、俺自分で企画とかする割になんかあんまり絡んだことない人とかを呼んじゃうから、仲いい人っていうよりかは、うん、そう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 、新鮮な感じで呼んじゃうんで、でもまあ今回はバルツどっちにしても2人とも呼ぼうかなと思ってたんで、順番が入れ替わっただけ、はい、だって源月に断られたらフミさんに声かけようとしてですめちゃくちゃ笑っちゃったもんね。もう仲いいやつじゃないとね、そう声かけられない。だって昨日じゃん。そうなんだ、あの、ね、こういう時って本当に仲いい人にしか声かけられないんですよ。仲いい人からこう、そう、だから源月さんめちゃくちゃ仲いいって本当に皆さん許してください、本当にやったよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ということで、これ忘れてたんだけど毎回、本日、どのようなお土産を持ってきてくれたんですか、源月さん。そうだ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 、気になる、ね、今日これもさ、ね、もうだって食べたじゃんみんなそう、なんかね、そのつもりなくたまたま持ってきてくれたお菓子があったんだよね。そうそうそう、あのもうさ何ヶ月も前だからさ、流れを忘れててさお土産っていう概念があったんだ ね、このね、そうそうそう、番組ね、買った人が総取りっていうのが、買った人が総取りっていう僕も今知りましたあ、そう今なんだそうなんですよ、あ、今その総取りなんだ、みんなで食べちゃったけどって思いながら、そうなんですけども、これあれ画像用意してんのかな、本日の一応多分用意していただいて、用意したお土産こちらです。はい、何ですかこれは、何ですかこれは、何だこれは、なんか多分メレンゲクッキーみたいなやつとポップコーンみたいなやつ、え待って待って、お土産を用意してくださいって言ってないにもかかわらずこんなおしゃれなの買ってくる人間なのセンス良すぎるでしょ、すごい褒められてる、すごくない、普通にさすが知らなかったこれお土産用意しろって言われないと出てこないね、これじゃなくてナチュラルにこれ買っちゃうのすごくないいやお土産欲しいなと思って、やっぱみんなと会うからさ、うわうわマジでいい人だ、聞いてるかデビルやめてやめてあげて、コンビニ飯みたいなのが時々あって、うまかっただろ、あれはあれで美味しかった、美味しかったけど未だにデビがくれた酒残ってるよ僕家まだあるな、どうしていいか分かんなくて、ね、まだまだあります、ちなみに今日それ持ってきてるとかはない、あ、ないです、はい、かった、しっかり戸棚に入ってますね大事なところね、うーん、ちなみに今回はさ飲み物っていうことですけど、はい、これはちょっと避けてほしかったかなとかってあるんですか、いやいや大丈夫でしょう言うてないけど、でもなんかちょっと苦手だなっていうのはコーラとか紅茶とか、コーラとか紅茶、なんでなんでなんで、紅茶ってなんか物によって全然味違うから、はい、その飲める紅茶の時と、あ、ちょっと苦手かもっていう紅茶があるから、あ、あるんだね、なんかフルーツなら、だフルーティーなのなら大丈夫みたいな、あ、みたいなのがあったりする、そう、なんかアッサムとかちょっと苦手かな、あ、難しいのかわけがわからないんだね、そう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 、理解理解で、え、コーラはなんで、コーラは純粋にあの炭酸と不思議な味がするから、お、あんま飲まないで、ね、炭酸苦手か、炭酸はあの苦手方面でいくと、はい、ジンジャーエールとかさ、なんか難しいじゃん味が、あ、もう本当に難しいことは分からないよなるほどね、そう理解した、簡単なやつが好きだからファンタとかそれこそ好き、あー美味しいだけど、ドクターペッパーとかルートビアとかジンジャーエールとかコーラとかなんか同じくくりになっちゃってる自分の中で、でサイダーは、サイダーは好き、あなんか不思議な味がする炭酸だなって思う、え、スパイスだね、ダメだね、そうだねスパイスってことだね、そうかもそうかも、スパイスからだから、早速行きましょうか、はい早速行きましょうか、プレゼンの順番、源月くんにこの後決めていただきいただきます、はいはい、今回の商品はこちらになっております、おーおー目が悪すぎて全然見えないんだけど、なんか真ん中なんて書いたんだあれなんだあれなんだあれ、あ
あれかな、何読めるげちゃん。目が悪すぎて読めないんだよ。COLA って書いてある。COLA ってもしかして。はい、ということで順番を決めていただきます、源月くん。真ん中から行こうかな。お、はい、では真ん中お願いします。誰のでしょうか。あ、僕だよ。大きい。お前さ、源月今日昼ずっと一緒にいたよな。コーラって話したよな。あ、聞いてたんだもん。先に言えよ。別に買ってきたわじゃん。いや、おもろいかなと思って。言えよ。いや、でも苦手なわけじゃない。ちょっとあのなんていうの、感想を持つのが難しいってだけで。はい、まあでもこれ実は姿勢で、あのカイラハル君がコーラって言ったからコーラ買ってきました。なるほどね。じゃあしょうがない、僕のことなんてどうでもいいんだ。はい、なんですけども、まあコーラね、こちら選んできたんですけれども、そう、これキュリオシティコーラって言って、結構まあいわゆるクラフトコーラで、世界で一番美味しいコーラと言われてるらしいです。Google が言ってた。うわ、見たことあるじゃん。キュリオシティってめっちゃ有名なイメージはある。なんか好奇心って意味ですね、キュリオシティコーラ。好奇心コーラ、好奇心コーラというものでございまして、で味はなんかさ、クラフトコーラってめっちゃスパイス効いてて、癖が強いものが、まあ、多いじゃないですか。なんですけど、これ結構いわゆるみんながお子ちゃまが好きなコーラの味にめっちゃ近い。なんか懐かしいっていう感想を見たことあります、ね。そうで、実際俺は飲んだんですけど、結構甘みが強くって、でもちろんスパイスも効いてるんだけど、スパイスに甘みが潰されてないみたいな感じのコーラになっているので、割とねクラフトコーラ苦手だよみたいな人もね、飲みやすいものとなっております。ということで、スタッフさん、コーラいただけますでしょうか。犬だ。結構昔からある。100。あがね。あ、このまま飲めるんだ。あがね、はい。クラフトコーラってなんか炭酸で割るイメージあったから、めっちゃ楽でいいですね。そう、あとこれね、炭酸めっちゃ弱い。弱いんだ。ちょっといけるかな。僕の開けられて、自分の開けられない気が。はい、ということで、はい、まあ、ちょっと実際にじゃあ飲んでいただきましょう。はい、乾杯。乾杯。何これ、コーラじゃないよ。やめて、コーラじゃないよ、クラフトコーラです。コーラじゃない。なんか不思議な味するね。そう、難しい、やっぱり懐かしい味というか、ほんと不思議な感じ。皆さんの飲んだことあるクラフトコーラ。あ、やるんですけど、これの珍しい感じする。でもなんかこれ振らないとダメか。いやいやいや、ダメでしょ。沈殿物とかない。沈殿物はない。なんか甘みがそんなにないというか。そう、でもさ、普通のおっとさ、クラフトコーラ、いや、わからない、ガッテリスパイスじゃない。あ、スパイス感は全然ないで、飲みやすさはある。わかる、僕らさ、直前にポップコーン食ってんだよね。あー、これかも。しかもめっちゃ甘いやつ。おい、ポップコーン、それかもしれん、マジで。ポップコーン禁止です。結構それで甘みが消えてる可能性もある。結構飲みやすいんで、夏にぴったりだと思うんで、はい、じゃあ伏見の KP で。 KP で、じゃあ KP。 結構炭酸強くね。ちょい強い、うん、ちょっと強いかもしれない。まず炭酸の強さが分かんない、違いが。あ、ほんと、なんかね、普通のやつと比べてね、後味がめっちゃさっぱりしてるんですよね、うん、で加えてブラッドオレンジデフォルトの味もしっかり効いてるんで、6個ぐらいいろんなやつ飲んだんですけど、これが一番美味しかった。そんなに飲んだのかけてるな。ペットボトルのやつとか、あとは、ね、1リットルぐらいのやつとか飲み比べたんですけど、まあ、全部飲んでみた結果、これが一番俺は刺さったので、ちょっとこれ持たせて。ブラッドオレンジって結構後味すごいイメージあるけど、うん、ね、めっちゃさっぱりしてる。濃いめのイメージある ね、 あるよね。濃いめだし、ちょっとなんか苦味もある。最後まで残るイメージ。うんうん、だけど、ちょうどいい、ちょうどいい、この甘さが残ってて、もう全然なんかね、何ですか、飲む量が全然違うんですけど、キュリオシティと。本当だ。ね、スッと入ってきてない。なんかスッと入ってない。これはもう勝ったんじゃない。やめてやめて、そんなことないスッと入ってない、うん、はい、じゃあラスト、ラスト僕です。僕ですね、はい、こちらですね、いちごミルクの素と書いてある通り、いちごミルクの素でございます。ただこれ僕飲むとき、僕飲み物としてじゃなくて、バニラアイスとか、うんうん、あ、そういうのに乗せるようで結構これを使っていて、あ、普段から。なるほど。あ、これじゃあ普段からあんの、家にあるの。あ、家にあるけど、牛乳と混ぜるのは今
今回が初めて。いちごミルクの音なのに。そう。なんかちょっとした味足りないなっていう時に使うようとして家に置いていたものなので。シロップとしてね。そう、ちょっとみんなと初体験で今日は飲みたいと思います。結構知ってる人多い。これが一番。あ、そうなんだ。ちなみにね、俺もね、これ2回3回買ったことある。へえ。めちゃめちゃ好きだ。いや、これいいよね。というわけで、乾杯。乾杯。コン。うん、うん、これうまっ。そうで、今回の僕の作戦はですね、まあ海田くんが来ようが、源月さんが来ようが関係なかったんですけれど、まあ、飲み物の好みなんてもんは知ったこっちゃねえなので身内から攻めていこうということで、はい、僕のこの いつも仲良くさせていただいてるメンツの中で唯一知ってる情報が、あの K 長尾がイチゴめっちゃ好きっていうのだけ。そういうこと。そう、それだけ知っていたので、K 長尾がこれうまって言ったら、あ、これって美味しいんだみたいな空気になるかなっていうのも込みで、ちょっと今回はイチゴを口に入れた瞬間、うわうまって言ってたんで、ね、実際めちゃくちゃ早い段階で言ってくれたんで。なんで俺がめちゃられてんだよ。俺じゃねえんだよ。心からのやつが出たかなって。これ店舗だと普通に作ってくれるんですよ。そう、そう、そう、なんかしかもこれ結構でかい瓶で提供してくれてて。え、これどこで飲めるんですか。通販でもいけるんですけど、基本店舗とかで買えちゃいますね。僕通販で買ってるわ。あ、マジか、うん、店舗で飲んでもめちゃめちゃ美味しい、ね、どこの店舗、これどこの店なんですか。これもいちびこっていうお店があって、あ、そこで、そあのブルーベリーとかもあるんですけど。ありがてえ、ブルーベリーさんがいて。他の人のプレゼンして。まあ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 、まあ、最近ブルーベリー出たんですけど、めちゃめちゃうまい。あとケーキも売ってるんでね。ケーキもね、一番いいいちご使ってるんでね、ぜひケーキも食べていただきたいと思っております。いちびこがこれ一番売れてんだっけ。あ、確かいちごミルクが一番売れてるし。そうだよね、これが一番売れてるはずです、確か。いいな。なんか普通にお酒とかにも使えそう、うん、いや、そうなんだよ、マジで便利。僕さ、ミニマリストだから、うん、余計なもの家に置きたくないのね。はいはいはい、はい、そんな僕が置いてるんだよ。すごい。説得力。確かに確かに、それはそうかも。ティアだけ何にでも使えるからね、マジで。デザート用意としてね、いくらでも使えるんで、いいね。気になった方はぜひ調べてみてください。映えドリンク、これ買うわ。うん、これいいよね。ブルーベリーもおすすめですよ。めちゃめちゃうまいんでね、これも冷蔵庫に置いてあります。私が一番良かったと思ったドリンクは、リュウシェンさんのいちごミルクの素。おい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 、おいおいおい、2連勝だぜ。いやいや、これはもうしゃあないよ。2連勝だぜ。お前、主催が勝つ大会は思わないんだよ。今回の主催は K だな、だろ。いや、でもこれはね、ちょっとそうだ。いや。